おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。1週間始まりました。今日はささみのゆかり天ぷらにしました。まずね、ささみの筋取りをします。このさ、フォークの間に白い筋を挟んでピロリンと引っ張ったらね、スルッと抜けるよ。半分に切って、下味をつけます。おろし生姜小さじ3分の1、薄口醤油小さじ1、酒小さじ1です。またね、材料と分量はね、書いとくね。で、しっかり揉み込みます。で、ピーマンを細切りです。他のことしてる間にさ、ささみにもヨカ風に味が穴に入るからね。で、パプリカも細切りです。このね、シリコンスチーマーにドバッと入れてドバッと入れすぎたね。そしてね、レンチンします。水気が出てるからこれをね、拭き取るよ。かつお節をね、袋、あのちっちゃい袋のやつね、それとごまドレッシングをね、大さじ1から 1.5 ぐらいかな。これをしっかりあえて、パプリカとおかかのごまドレサラダの出来上がりです。でね、ウインナーに切り込みを入れて、天ぷら粉を合わします。水 100cc、 小麦粉大さじ2、片栗粉大さじ1、ゆかりふりかけ大さじ1です。これもね、ゆかりの風味がね、してさっぱりして美味しいの。だし巻き卵の準備です。昨日ね、やっとクリスマスツリーをね、出しました。夫が。あの、天袋のさ、奥の方にあったから、私は届かないからね、夫に出してもらって、子供たちがね、二人で飾り付けをしてくれました。でね、かわいくできたな。って。だし巻き卵から焼くよ。でさ、あの夜さ、電気をチカチカ照らしてね、綺麗かった。たださ、今日7日か、まあ2週間ぐらいのことだけどさ、クリスマスツリーとか出してると掃除が大変だよね。一回一回さ、のかさんないかんからね、もうのかして掃除機をかけて、のかして拭いててせんないかんから、掃除が大変だけど、年に一度のことだから、まあしょうがないかな。でね、子供たちはやっぱね、クリスマスツリー出したら喜んでました。もうほら、私なんかさ、現実的なことを見てさ、掃除が大変だと思うけどね、喜んでたからね、よかった。二人で一生懸命ね、飾りもつけてね。で、息子に至ってはね、飾り付けをしながら、あのオーナメントをね、自分の耳にも引っ掛けて遊んでました。ね、なんか一日一回はね、おかしなことしてわらわかしてくれる。今日もさ、あのだし巻き卵がなんか最初が綺麗く巻けなかったの。困った。なんでこんなあるかね。でね、これで卵は巻き終わるよ。
これでだし巻き卵の出来上がりです。ウインナーをね、焼くよ。で、ささみを揚げます。これね、油はね、1センチぐらいかな、入れてる。で、180度で片面1分半ずつ揚げます。ゆかりを混ぜてるから色も綺麗だよね。で、裏返して、あと1分半揚げるよ。で、これでささみのゆかり天ぷらの出来上がりです。詰めます。大葉で仕切って、ご飯はね、ちょっと傾斜をつけてる。で、ささみのゆかり天ぷらは立てかける感じで詰めます。で、もう一回大葉で仕切って、だし巻き卵は底上げして詰めます。で、ウインナーを詰めて、この前そういえばウインナー1本をさ、2つに切ってお弁当に入れてたけどね、バレなかった。で、サラダはカップに入れて詰めます。で、ミニトマトをちょんと。このね、葉っぱのピック、ほんとね、本物みたいで可愛い、リアル。で、出来上がり。今日はね、サーモスにカレーを持っていくから、ご飯は白ご飯のままです。こんな感じのお弁当でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので、概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。